皆さん、おはようございまーす。朝8時のライブ、久しぶりでございます。今日はですね、輝く女性を PR するライブと題して、素敵な女性をゲストに迎えて、まさみっちゃんがお話を聞くというようなライブとなっております。今日はですね、朝8時。から約30分間ほどゲストの方を迎えてお話を聞くということで、本日のゲストは非常識な経営コンサルタント高橋貴子さんです。貴子さんはですね、経営コンサルタントということで教室業をなされているコンサルタントさんをコンサルタントしている先生ですね。だからコンサルタントさんの先生、そのような素敵な貴子さんに今日はですね、なんと6冊目の本が出るということと、その本を出版するに対してのパーティーなどがあるということなので、今日は貴子さんにいろいろとお話を聞きたいなと思っております。見ていただいている皆様、よかったらコメントなどに質問を書いていただければ、貴子さんもしかしたらお答えしてくれるかもしれませんというところで、ここからタカ子さんに、出演していただきたいと思っております。タカ子さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。朝のこのテンションすごいな。ありがとうございます、タカ子さん。でもちなみにですね、以前収録のライブをやった時にも、はい、この時間に貴子さんに出ていただいたのを覚えてますでしょうか？覚えてます。7時半だったような気がするけど、8時だったっけ？あ、7時だったな。7時だったかもしれないですね。7時か7時半か。まあまあ大変でしたよ。朝声だった。はい。今日もちょっとあらかじめ少し出しておいてみました。さすがでございます。もう、あの時のテンションを今日もですね、再現させていただいて。あれ了解しました。頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは、今日は非常識な経営コンサルタント高橋貴子さんにゲストで、来ていただきました。貴子さんのことをご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、貴子さん、簡単にでございますね。で、自己紹介していただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、私はですね、自宅教室の先生のための経営コンサルタントをやっている形になるんですが、その中でも特に最近は、コンサルタントになる人、なりたい人、まあ、なってる人をさらに教育するコンサルタント、コンサルタントオブコンサルタント、違う、コンサルタントオブコンサルタントをやっております。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、あ、堀部ちゃんからコメント入ってます、ね。はい、堀部ちゃんからおはようございます。おはようございます。堀部ちゃん、朝からなのにね、ありがとうございます。堀部ちゃんは私の、いろいろポップとかいろいろたくさん作ってもらってる方なんで、ぜひ皆さんもお見知りおきを。高子猫ですよね。高子猫とかね、そう、いろいろ今回の感情時間術じゃないや、感情科学術の感情科学術、はい、本の、ポップとかももうお願いはしているんだけれども、アマゾンのところにも貼り付けるなんかキャッチーなやつとかもね、今書いてもらってる最中なんで、その画伯に、堀部画伯、高子猫、堀部画伯、書いてもらってます。いいですね。ちょっと堀部ちゃん、よかったらそこにまさみちゃんのモン吉くんも隠れキャラでちょっと入れといてください。あ、ぜひ。隠れキャラはなんか仲良い向きかな、なんかなんじゃこれっていう話になるから、2人のなんか楽しいところの時にポッと入れてもらうやつ作ります。あ、それね、ちょっと隠れキャラで堀部ちゃんの、はい、隠れキャラ探せみたいな感じで、まさみっちゃんの堀部ちゃん書いてくれたモン吉くんね、どこかにこうポツンと入れといてくれてるし、タカコネコの肩に乗ってるとか、あ、乗ってるみたいな、これなんだみたいな、これまさみっちゃんじゃんみたいな感じでね、それは面白いけどね。ありがとうございます。はい、そして、かよさんもですね、かよさん、おはようございます。ありがとうございます。
かよさんはね、昨日ライブで告知させていただいたんですよ。うん。今日朝8時に Facebook で、あるゲストの方をね、お呼びしますよっていうことで、そのゲストの方はね、タカタカって言うんですって。タカタカです誰やいみたいな、タカタカって誰やいみたいな。タカタカさんです。言ったらもう、かよさんがもうすぐ、行きます、先生が来るんだら行きますよっていうようなことで。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。かよさんもね、私の、それこそ、コンサルタントオブコンサルタントの私の弟子っていうところのコンサルタントさんでいらっしゃって、デザインとかね、素敵なデザインをしていただいたりとか、ホームページとかのね、制作とコンサルがくっついたものをやっているので、習う人にとってはめっちゃお得な内容で習えると思いますよ。そうなんですよ。通称リトルタカコですからね。リトルタカコ、ミタカコって呼ばれたり。ミタカコ。で、タカコさん、事後報告で申し訳ございません。はいはい、かよさんに LP をお願いしました。うん、ああ、そうなんですね。あ、いいと思います。いいと思います。はい、男性とかでもきっと素敵な感じに仕上げてくれるはずと思いますので。はい、そうなんですよ。色味をね、全体的にね、ピンク調にしてくださいって言ったら、あら素敵って言われましてですね。この人でピンクね、なかなか確かにね、目立つからいいんじゃない？そしたらなんか今回のちょっと白押し終わってないけど、私のこれもピンクだしね、今回。もう、大体ね、タカコさんの色、本の色に、僕のすごく色は、なんか合うんですよね。合うっていうか変ですけど、前回黄色だったじゃないですか。あ、黄色っていうか金色ね、これね。そう。で、あ、違う、あれ、その次ですよ。あ、間違えた、こちら。マインドバイブル。こっち、ね。そう、黄色。で、この黄色も僕は前回、自分のテーマカラーが黄色なんですけど、あ、そうなんだ。最近、まさみっちゃんのこのオーラというか、全体的な色はピンクだって言われてて、あ、ピンクですかって言ったら、うん、次のね、サッカーピンク。うわぁ、もうまさにこれはすごいなとかと思ってですね。そうなのね。そう。これ、まだね、白押しの、オーロラシルバーのシルバーの白押しなしで急いでるから色だけ確認してくれって言われて見たやつなんで、はい、ここシルバーの白押しが入るんですよ。この白っぽいところって。すごいですよね。だからめっちゃキラキラする。あ、このシリーズと一緒の箱です。これと。そうですよ。もう高子さんの本は普通の本ではなくて、まず目で楽しませる、そしてね、そういったところでこの目で楽しませるっていうようなことで、色もね、いくつかもうしっかりはっきりした色のプラスキラキラしたものがね入るっていうことで、今回も箱押しで、はい、シルバーが入るってことだよね。白押しシルバーのオーロラですね。だから角度変えるとナイロに見えるやつですね。すごいですね。あと堀部ちゃんから気になりすぎますねっていうようなことで、この肩にまさみちゃんが乗るっていうことが気になるっていうこと。気になる。なんだこの猿みたいな。なんだろこれみたいな。何これ。目立ちすぎちゃう。目立ちすぎちゃう。いいですね。ありがとうございます。そんな高子さんに今日は、今、手元に出していただいた6冊目の本に関して今日はお話をお伺いしようと思っているのと、その本をもとに最後、イベントなどを企画されているというふうなことなので、はい、そちらの方もお話を聞かせていただこうかと思っているんですが、はい、まずは、6冊目の本出版おめでとうございます。ありがとうございます。パチパチパチ。いや、今さ、7冊目の書き始めてんだけど。もうですか。7冊目の本さ、そう、昨日工程表出したわけよ。出版社に。私必ず工程表って言って、こう、第1章、第2章、第3章って言って、工事の工程表みたいなやつ出してやってるから、うん、あれを書かない。あ、そう、これ前のやつなんだけど、はい、あ、違う、今回のやつだ。こんな感じで、工程表。おお、工程表、素晴らしい。もう。で、これで、こう、やってるけど、今回出張が多いから、うん、結構なんかいつもよりペースが遅くなっちゃって、うん、なんとか2ヶ月で、出張とか多分入ってなかったら1ヶ月半ぐらいで書けるかなと思ってたんだけど。へえー。
っていうのも書き始めている。まだ出版してないけど。すごいですね。本を書くときというのは、そのような工程表というのが必ずあるんですか？いや、私独自のオリジナルアイディアです、これ。やっぱりね、僕はその工程表を見たときに、タカコさん、これ完全に以前の職、それの流れなのかなと思ったんです。やっぱそうですか？インテリアコーディネーターの時に、最初に大工さんが入ってとか、何が入って、内装屋さん、電気工事がっていう、その工程表があったから、それを第1章、第2章、第3章ってやって、視覚的に追い詰められる風にしてるの。だってさ、工程ずれ込むと最後やばいね。最後やばいね。そうなんですね。でも改めてすごいですね、それ。ちゃんと工程表を持って進めてると。そうですね。著者さんでも、もちろんざーっと早く書く石川先生みたいな方は別格なんだけど、基本ずれ込むし遅れるし、書けなくなって時期がずれるとかいう話はよく聞きますね。そうなんですそうね。なんですよ。いや、そのもう7冊目のところに取り掛かるところでいますけれども、まだ6冊目が出てません、高子さん。すいません。いや、今ね、書かないと10月に間に合わないのよ。10月そってうまた、なんです10ね。月の神戸でも新刊ちゃんと出したいわけ。これ間に合わなかったら12月の横浜になっちゃうからさ。だからそれもあって頑張ってんのよ。素晴らしいですね。ちゃんとしっかりとした目標に合わせて本を出す。本が目標ではなくて、違うことが目標でありながらそこに本を出すというね、高子さんのこういったこの思考がまずすごい。普通の人とありない非常識でございます。そうね。まず、パーティーの日程先決めちゃうからね。そこからなんですね。去年のうちに、今年の日程はもう決まってて、10月ぐらいには、何月何日にしようって言って、だから会場も去年のうちに全部押さえていて、ってことは本ないんですよ、当然だけど。だけど、名目は出版記念パーティーなのね。企画書も通ってないんですよ。もうじゃあ完全に予祝パーティーですね。予祝ありまくり。いや、すごい。皆さん、聞いてください。ここですよ、今、普通に、当たり前のように皆さんは、例えば、たかこさんが企画されてる出版パーティーって以前参加されていたと思うんですけど、そのパーティーは、まだ本が出てない。何もないという段階からもう企画をされて、もう発表してるって、これですよ。すごくないですか？だってこれで、まあ最悪出せなかったら残念パーティーになるんだけどさ。いや、いや、なったことないから大丈夫。一応今んとこなんか、だからね、すっごいね、気迫あふれる企画書になるね。これ通らないと執筆間に合わないっていう状態での企画書だから。すごいですよ。大体普通の方は出版をされてからパーティーなどを企画したりとかするんですけど、違いますから、高岡さんは。本出してない。本まだ出てないけど、まずはパーティーからでしょう。もう一度決めて、そこから本書くみたいな。これがすごいですね。そう、だから絶対に工程通り間に合わないとダメだからさ。で、しかも契約するときに、パーティーの日もう決まってるんでって言って契約してるんで。パーティーの日決まってます。この日に手元に絶対にあるように、まあ、最近は1ヶ月前に手元に欲しいってお願いしてるんですけど、そのために私、いつまでに原稿を書けば間に合いますかって言って、言われた期日よりさらに早く出すっていうやり方してるので。いやー、もう素晴らしい。もうこの高子さんの、20本ある、指のですね、爪を全部赤を飲ませていただい 20本ないよ、10て。本だよ。足もね。ほぼ足も入れて20本の。動物化してる。そこ指って言うんだ。まあ足の指も確かに、じゃあ爪の赤だ、煎じるのね、それをね、全部ね。すごい。ありがとうございます。でもその、高子さん、パーティーは、ちょっと後ほど日程含めておし、お話聞ければと思うんですが、その前に、6冊目になる本、タイトルだったりとか、出版日っていうのがいつなのかっていうのを教えていただきたいんですよ。
6冊目の本は、タイトルは、いつも価格設定で悩むあなたに送る感情価格術。ちょっと、アマゾンの予約受付始まってるんで、それシェアしちゃっていいですか、あ、も今。ちろんです、もちろんです。皆はい。さん、もうね、予約が受付になってるので、ぜひね、予そ約していただけたら嬉しいなと思いうそう。そうそうそう。で、これ、後でまだね、あれ作ってないんですよ。アマゾンキャンペーンが7月の90とかやるんですけど、そのページまだ作れてないんだけど、先に買っちゃった人でももちろんそこには応募できるようにしておくので、早く買ってもらっても大丈夫なんですが、キャンペーン当日だと嬉しいみたいな、そんな感じですね。アマゾンキャンペーンはちなみにいつからなんですか？アマゾンキャンペーンは、7月の、ちょっと待ってね、今どっちの6日日。だっけ。はい。7月の10と11の2日間やります。10と11に、そのはい。時にアマゾンで、あれ、アマゾンで購入するときっていうのは1冊でいいんでしたっけ？うん。一冊でいいです。はい。アあマゾと、ンはたくさんというより1冊なんでしたっけ？そう、たくさん買っても買うと一冊なので、要は、10冊買っても1買いましたよねっていう、10冊っていう単位。1冊ずつ買ってくれればあれですけどね。あ、1冊ずつ買えばいいんですか、じゃあ。1冊ずつ買えば1冊っていうカウントにはなるんですけれども、そこはそんなにね、無理はしていただかなくて、あと書店さんとかも結構今厳しいっていうので、書店さんからも買ってほしいから、アマゾンキャンペーンはアマゾンキャンペーンで、1冊はご協力いただけると嬉しいなっていう状態なんだけれども、もし10冊買ってくれようというふうに思うんだったら、アマゾン1冊書店でばらけて買ってもらえると嬉しいかなっていう感じですかね。そういうことですね。イメージ的にはね。はい。なので、そうか、前回5冊目の時、僕は書店で10冊購入したんですよ。で、その10冊をプレゼントしますって言ったら、1日で買うのなくなっちゃったんですね。ありがとうございます。今回もね、なんとね、まさみっちゃんにはいろいろと私の方の LINE とか、インスタグラムのね、整えるやつお願いしているので、長崎にも、1箇所目の、まずは長崎、はい。来ていただくことになっておりますので、まさありみっがちゃとうんにも会いたい人も OK みたいな感じですけどね。ございます。そうですよね。高子さん、その、イベントも含めてなんですけど、今回は、6冊目の感情価格術、5冊目、5冊感目情の価格術。価格術は5冊目。あ、間違えた、4冊目で、こっちが5冊。で、5冊目、集客マインドバイブル。そして6冊目が、感情価格術で、はい、こ書いちらてですね。ある。価格術でございます。これに、この流れを組んでる、秋のやつ、今秋の書き始めてるんだけど、仮のタイトルで言ってもいいよって言われているから、仮だけどもうほぼ決まる予定の感情営業術っていうのがこの後秋に来るので、感情でいろんなビジネスをうまくいかせましょう、3冊セットが今年中に揃うっていう感じですかね。素晴らしいですね。感情バージョン。まあでもこの感情価格術。この中で僕の過去とかを振り返ると、あの時って思う時があるんで、あの時とあっと思ったのが、価格設定をするときに、僕は自分の価値が分かってなかったので、それなりの金額をつけることができなかったんですよ。はい。やっぱそういったこととかの、ことも書いてあったりするんですか？そうですね。感情で決めていいって、ここにね、書いてありますけど、価格のマインドブロックが簡単に外れる、新魔法の価格決めメソッド。あなたは感情で価格を決めていいっていう、話になっているんですけれども、主に、女性、まさみちゃんもそうかもしれないんだけれども、女性ってやっぱ値上げができないとか、これで嫌われたらどうしようとか、いろいろそういうブロックがあって、本当は素敵な、商品っていうか、ね、素敵なサービスを展開しているにもかかわらず、それをちゃんとした値付けをすることができない方が多いので、で、その内容を読み解くと、大体サービスが適正かどうか、云々とか、素晴らしいとか素晴らしくないとかっていうことよりも、やっぱ感情がブロック、
になっちゃって、値段、思い切った値段つけられないっていうことが多いなと思ったんで、まず、なぜ人は感情で物を買うのかみたいな部分のね、ロジックとか、あとは自分の感情をどういうふうにその商品との向き合い方で乗せていくのか、それをどう見せていくのかっていうことを、まあ、伝えて、で、最後結局、サービスを買うとか買わないとかの領域って、感情の幸せなお金のエネルギーの交換だっていうことで締めてるんですよ、最後は素晴ね。らしい。相手も喜んで商品買う。自分も買ってもらって嬉しくってお金が入る。だからお金を受け取ることを罪悪感持つ人って、その感情のエネルギーを止めてしまうことになるので、それは良くないよねって言って、気持ちが軽やかになるように書いてます、一応。すごいですね。これ、じゃあ、まさにこの本は、起業初期の方もそうだし、起業してる方の中で、その自分の金額を上げたいんだけどな、どうしようかな、とかって悩んでる方にとってはもう最適な本ですね。最適ですね。ちょっと目次もチラ見せしてもいいですか？もちろん見せてください。チラじゃなくてもいいんですよ。チラで。今ね、表紙はそんな感じじゃないですか。で、ちょっと今は、配信停止して、目次がね、こんな感じなんです。よいしょ。すごいですね、皆さん。これね、大体起業するときって、自分の商品を自分でまず値決めすることっていうのが、経験がないとですね、これが私の商品で適正なのかどうなのかわからないって言って、価格をやっぱり低く設定する方が多いんですよね。と思います。あれ、今ね、共有してるんだけど、出ない。あ、出た、出出また。した。一応、こんな感じ。今回、さっき見せたようにピンクっぽい表紙だから、これ中もデザインやってるんだけど、付箋がピンク？あれもピンクだし、このデザインとかもやったの、私。いやー、こういうところですよ。このしっかりとね、全体的にこう合わせてくるね。で、こんな感じでって言ったら、ほぼその案が通ったんで、今回ちょっとこういう、ね、プロローグって開いて、普通、ショートビラーって、片側なんですよ。だけど、両側開いて見せるっていうようなやつ、OK もらったから、両側で、展開するように。そう、もうあいいでと、すね。この辺りの前こういう。回の本も含めてですけど、高子さんの本の内容分かりやすいじゃないですか。ありがとうございます。そうですね、分かりやすさと読みやすさと、あとこのマーカー引いてあるのは私がマーカー引いてるので、すっごい時間がない人は、マーカーだけ前から後ろまで読んでって、もう内容が伝わるように私マーカー引いてってるんですよね。皆さん聞きましたか？高子さんの新しい本も含めて、マーカーをまず見る。ここからですからね、マーカー。マーカーだけ読んでもね、大体内容があらすじ的に伝わるように書いている。どうですか？全体を見てもわかりやすいように、マーカーを引いて、ここの部分を読んだら、見やすい。こういうね、こう読み手の人のね、気持ちをちゃんと考えて作る、この著者さんってなかなかいないですよ。そうね、だから私の書き方はすごい、石川さんにもそれ普通の人無理だからって言われて、書き方の話をしてくれって言われた時に言ったのが、この本になることを想定して私原稿を書いてってるんですよ。ほうほうほう。だから例えばここに図とかあるじゃないですか。あります。で、そうするとこの原稿をワードで書いてる時に図版1ページとかって書いてるんですよ。だからこの図がもう来ることが頭の中に想定されていて、で、それに収まるように文章を書いてってるんですよね。すごいですね。ちょっと変わった感じ。だから出来上がり想像して書いてるから、タイトルの付け方も、なんていうのかな、途中途中に入ってきて、あんまりこう長くだらーっと黒い字が続かないように、込み出しも結構入れてる。いや、素晴らしい。前回の集客マインドバイブルをプレゼント、結局11冊プレゼントしたんですけど、プレありがゼンとトをした中で、うございます。この黄色いね、中で、もうね、最初から僕に連絡が来たんですよ。めちゃくちゃ私にこの本合ってるんだけどって。
ありがとうございます。すごい本で、ありがとうね、まさみちゃんって言われたんですよ。すごい嬉しい。なんかね、著者冥利に尽きるわーっていう感じですね。でも、その彼女が、たかこさんのところに連絡をして、たかこさんに今いろいろと相談に来てる、あの彼女ですあの彼女ですか。あ、そうなんよ。そうですでよ。す。本からなんかインスピレーションがあって、この人っていうふうに思って、なんかいろいろ見てくださって連絡くださったみたいなんで、ご縁そうがなんですつながよ。ったんですね。コンサルのご縁がね。嬉しいです。ありがとうございもう、だから本の内容をやっぱり見て、分かりやすかったっていうようなことも言ってるし、だからやっぱそこら辺すごいなと思いますね。ます。ありあ、がとうございます。そして。本ね、これね、目次ね、初めにがあって、まあ、プロローグ、感覚は感情で決まるというねぎ目の法則っていう話と、あと、レッスン1が、左脳型価格とエモーショナルな右脳型価格ってことで、私はもちろん左脳型の方のきっちりした計算、原価計算から価格を決めるっていう方法も知っているし、それはね、理解しているんですけど、女子おすすめはこの右脳型でやっていく方が多分作りやすいだろうと思って、一応比較的に前提条件として知ってねっていうことで書いてるのがこのレッスン1なんですよ。素晴らしい。皆さん、本当にこの本はまだ僕読んでないですけど、おすすめです。ありがとうございます。設定ってなかなか難しいですし、それが自分でできるように分かりやすく書いてある本が7月に6冊目で出るので、みちおさん、おはようございますということで、みちおさんには間違いなくこの本はおすすバイブルめ。だと思いまバイすから。ボー、バイボー、バイボー。はい。よかっでね、たら購入されて読まれてみてください。ありがとうございます。こちらのレッスン2のところが、買う人目線っていうことの価格がどういうふうに決められちゃってるのかっていう、買う側の感情をこれ分析してるんですよ。レッスン3で今度、売る人目線での感情価格っていうのがあるので、それを解説しているのがレッスン3で、レッスン4はそのなんか売るとなんか悪いこと売りつけてるような気持ちになってるタイプの人が多いから、そうじゃないよっていう、買う人も売る人も幸せになれる感情価格のねぎ目の仕方っていう、これまあレッスン4が多分一番響く人は響くかな。レッスン4とレッスン5、マインドブロック、恐怖からね、脱却する方法とか、マインドブロックを解除する方法がレッスン5で。で、最後は、皆さんで幸せになろうねっていう価格の決め方っていうのでまとめおお、ます。素晴らしいですね。これは本当、知らない人にとっては、たかこさんのこの本を見たときに、もう間違いなく目から鱗状況だと思うので、ああ、そだと思こいますからね。ご自身のいろいろと価格を決めたりとか、僕ね、なると思うんで、本当おすすめだな、これは。ありがとうございます。すごい、バイボーとか。コルベちゃんからは、習慣、集客マインド、後天バイブル、私もバイブルですっていうふうなところからのバイボーとかで起きてバイます。ボー。そうそう。でね、堀部ちゃんのエピソードが、面白いエピソードがあるんですよ。堀部ちゃんって、私の本、ここ何冊か、ポップ書いたりとか、それこそアマゾンで紹介するためのね、小さい、その、なんていうのかな、イラストの中に、分かりやすく詰め込むとかっていうグラレコ的な感じのやつ書いてくれてるってことはね、構読まないと書けないんですよ、それ。そういうことなんですね。そうすると、このマインドバイブルなんか、特にトランプ作ってもらったから、そうだ。めちゃくちゃ読んでるんですよ。で、そうすると、なんか絵を描いてるうちに、すごいなんかね、自分がポジティブな気持ちになってね、だいぶこう、人間改革ができました的な雰囲気のことを言われて。確かに。だっああ、それて、はあり得るかもしれないな。だって書くってことは、そんだけ読み込むってことだから。そうなんあでれじすゃよ。ないですか、堀部ちゃんは、あのトランプによって、毎日、タカコワード、それこそタカコワードがもう脳に染みついてしまったことから、毎日そういったところからですね、アファメーションなどをしてたりとかしてたら、気がつくと女優ですからね。堀部ちゃんは、アファメーションばっかりしてたから、なんだか最近、すごく運が良くなってきたみたいな形で、今、堀部ちゃん大人気で絶賛、すごいことになってますからね。これがね、堀部ちゃんにね、書いてもらったトランプなんだけど、ちょっと待ってく毎ださいね、今回。これ。
大きくこれですね、こちらこね。れ、これ、これ。これが、ここに書いてあるやつを全部イラスト化してくれてやってて、54枚かな、やってもらったんで、私のクライアントさんもこれ持ってるんだけど、朝引いて、今日の指針とかね、今日の、あれは、とか言ってよくやってるから、ちょっとまさみちゃん、何番目とか言ってみて。はい、じゃあいきます。はい。185番目。ないから、ないから。ないんかい。ないんかい。じゃないから、ないから。あ、毎回同じですけど、3番目でお願いしま3番目好きだよね。下からと上からとどっち行こうか。す。下から3番目で。だからね、1、ない2、ない3。よいしょ。あれ、これか。3じゃないですか、さらに。いや、だから、あ、そうだね。これ、まだ切ってないから、ちょうど3だったんだ。はい。これがね、3で、はい。内容を読みますよ。お願いします。まだ起こってもない現実を心配するだけ無駄と知る。っていうことでね。走りながら考える。起こった出来事だけに対応っていうのをこう、うまく、障害競争みたいな、徒競走みたいなやつをね、イラストにしてくれてるのは堀部ちゃん。もう文章は考えてるのは私ですよ。だけど、イラスト家の力がすごい。素晴らしいですね。僕もトランプ持ってますけれども、その他国さんのトランプ持ってますけど、まあ素敵な言葉も入ってるし、イラストも入って、さらにトランプでいけるし、トランプだけじゃなくて、これオラクルカード的にもなっちゃうんじゃないっていうね。なってますよ。オラクルカード的に使ってる人の方が多いかな。要はトランプでも使えるようにしとくと子供とかでも遊べるかなと思ったので。で、実際に子供もなかなかね、ちゃんと見てるらしいよ。で、家族でそうなんやっですか。てて、なお母さんできてないよねとか言われたとかっつって。素晴らしい。もう本当ね、そのような、前回で本だけじゃなくてトランプのまで作って、そのトランプも皆さんにって言ってやられてる貴子さんです。で、今回は6冊目、感情科学術という本を7月2日、あ、4日か、7月4日に発売されるということなので、はい。現時点でアマゾンでももう予約ができはい。ているの受け付けで、ぜてひます。予約をしていただきたいんです。そして、貴子さん、はい。その感情科学術。言いにくそう。貴子さんに怒られちゃう。あ、ダメちゃダメだよって、それじゃあって。大練丈夫。習しなさいってね。その感情科学術はい。の出版記念パーティーが、7月にやられるということで、ちょっとね、ここら辺の情報も聞かせていただきたいんです。これもじゃあね、ちょっと共有をしてもいいですか？よいしょ。先にね、本を出してからパーティーをね、出版記念パーティーを決めるんじゃなくて、出版記念パーティーを決めてから本を出すってね、ですね、非常識。常識、はい。配信に入れました。はい、こちらになります。こちらのね、URL は、まさみちゃんのところでも書いてくださってるんですが、これ、トップの表紙になっていて、今年は3箇所、去年5箇所やったんですけど、やっぱね、2冊本書きながら、5箇所のライブツアー大変だったんですよ、結構。去年もうね、ほんと大変だった。だから、今年も2冊書こうって思ってたから、もうちょっとこう、力を各地に集中させたいなと思って、今年は3箇所。長崎の7月6日、神戸の10月17日、横浜の12月14日っていうことで、はい、3箇所ね、やるんですけど、私の場合、セミナーライブとかいう名前に言ってますけど、ほとんどセミナー喋ってないですよ。喋らないみたいな。喋ってるんだけど、一応本の内容こんな感じっていうので喋るんだけど、ほぼライブが中心みたいな、ご飯食べてライブしてみんなで、渾身の宴みたいなやつが私のライブセミナーなんで。素晴らしい。そのまず感情科学術を記念したパーティーが7月6日に長崎で行われるということですよね。そうですね。はい。こちらが、表紙書いてありますけど、ここに日程載ってますけどね。こちらの長崎。で、また詳細の方を見ると、
今回はですね、ガーデンテラス長崎ホテル&リゾートっていうところで、はい。めちゃめちゃすごい高級リゾートホテルなんですけど、そちらの、チャペルを借りてですね、昼と夜と2回転、ここでサックスライブをして、ご飯は宴会場というか、その別の会場で食べるという試みでございますよ。どうですか、まさみちゃん、こいや、のすごいですね。店。これ行きたいですね。行きたいって行くじゃん、自行分。くんかい！そうだ、行くんだ！そそしれて、はいいそじれゃもん。ですね、行きたいところだけじゃなくって、まさみちゃんは、2回、2回。参加させていただきます。はい、もう、もりもり食べすぎて、デブデブになっやちばい。ゃう。は毎回食事つくんですね。い、毎回、私のライブツアー絶対食事付きなんで。はい。だから、イメージが、ディナーショーなんですよ、私のイメージ。だから今はそんなに高くないけど、そのうちディナーショーぐらいの値段にしていくよ、そのうち。そうですね。そして、まだ、高子さんのこういうパーティーのことをご存じない方は、何ライブっていうふうに思うかもしれませんけ確かど、に、確かに。はい。高子さんは、経営コンサルタントでありながら、はい。著者でありながら、なうん。んとですね、縦笛、この笛を吹く、ね、演奏者。と言っ間たね。違った、サックスだった。間違った、縦笛じゃなくてサックスですね。はい。すごサッい、なんか、あれだね、配信のあれが遅いんだね。今ね、すごいスクロールして下出してってるのに映らないんだね、今ね。あれ、本当ですか？どこですか？今高ね、さどんどんスクロールしてってるんだけど、そのまんまそこに映っていかないんだよな。なんん。あれ、でなかんし。でですかね？もう一回停止してからシェアしな、そっか。はい。今ね、どんどん下でサックスを吹いている私の絵面を出したんですが。ああ、そうなんですよ。皆さん、もうね、高子さんね、多才なんですけど、その中でも、サックスを吹かれてるんですが、このね、サックスね、普通に吹いてるじゃなくてね、もうね、プロですよ、この人、プロ。このやって人ることともね、すべてプロなんだけどね、サックスプロですから、もう、ほとんど。ですからね、プロになる風なごまかしがありつつみたいな、ここのね、下のところにね、今までのやつとかが全部乗っかってきてて。この演奏も、要はコンサート形式にされて、はい。皆様には音楽を楽しんでいただき、景色を楽しんでいただき、はい。トークを楽しんでいただき、お食事を楽しんでいただく。そうです。多分、他の人ではできないツアーです。そ全部れだはこかられ、ね。これガラス張りでもしかして目の前が海なんですか？これが湾ですね。長崎の湾では、長崎ってこうニューってこう出てるじゃないですか、陸から。だからこれ、なんとか湾っていうところのあれで、ここが稲佐山の夜景で有名なところの対岸の方です。こっち側は。ちょっと待って、これ昼も綺麗だけど、それいこや、そマジックアワーって言われてる夕方、すごいんじゃないですか、これ景色。の予定です。私がちょっとここでまだ吹いたことがないので、この時間帯よりもう少し暗くなった状態でライブやるので、後ろバック夜景を背負いの演奏って私もやったことがないので、どういうふうになるのか楽しみ。これちなみにこの回の時っていうのは、はい。撮影は禁止なんですか？要は全然すべてオールオッケーです。すごいですね。ということはもうこれ、かなり映えるということですね。映える予定なんですよ。あと、今回もあと2席にはなっちゃったんですけど、フォトグラファーの先生、毎回お願いしてやってる、こちらのね、佐藤先生ってめちゃくちゃいい先生なんですけど、佐藤先生のポートレート撮影とかもお願いできるんですね。なので、嘘、は知い。らなかった。あ、そうなの。まさみちゃん、頼んどく。じゃあ、ちょっとお願いしようかな。1 万円うん。なんですか？でやってくれるの？1万円で3枚ぐらいは多分くれるはず。あ、本当ですか？ちょっと申し込んでおきますね。その素敵なお部屋の中っていうか、チャペルとかを中心に撮ってくれるから、女子もみんな映え映え映え。これ前に大阪会場とか宮崎会場で、うちのクライアントさん。素敵。で、今回はチャペルだから、きっといいように多分佐藤先生が撮ってくれるはずです。うわ、素敵ですね。そういうのも、このオプションですけど、やってくれる。でも、だって、プロのカメラマンですよね、この方。あ、そうですよ。めちゃめちゃすごい。だって芸能人とかも普通に、綾瀬はるかとかも撮ってましたよ。
やばいです。その方に1万円で取ってもらえるなんて、この価格が。価格がおかしい。そうそう。毎回おかしい。価格の本書いてるくせに毎回価格がおかしい、私。でも、取ってもらう。さらには、パーティーでも、実際、景色も見れる、音楽も聴ける、料理も楽しめる。そして、そこに来てる人たちも素敵な方、まさみちゃん一人素敵な人がいるから、知り合える。そうですね。うちのメンバーとかももちろん多いんですけれども、まあ、まさみっちゃんもそうだし、今回こちらのね、帯を書いてくれている、セールスプランナーの永峰圭一郎さんっていう方も面白い方です。はい、めちゃくちゃ人見知りって言ってる割には講師とかで、ペライチの講師とかで大活躍されてる方なんですけど、で、この下ね、コメントもらってくださるコンテンツ起業家育成コーチの岡本さんは、神戸にいらしてくださるんですけれども、神戸の時に、作曲もやる方なんで、自分もバンド持ってて、なんで、なんか私に曲をくれるって言ってるんだけど、その人も楽譜書けないんですよ。はい。私も楽譜読めないんだけど、だから、音でもらったやつを、楽譜起こしをしてもらわないといけなくて、さらに練習して間に合うかっていう、そういう世界だけど、なんか書いてくれるって言ったから楽しみに待ってる。素晴らしい。もう本当そのような素敵な出版記念パーティーですけれども、はい、高子さん、今日はこのライブも含めて、実際今見てくれてる方、アーカイブなどで見ていただいてる方に特典があるということを聞いたんですけども、はい、あるんですか？あります。はい。今回、まあ、参加費が一応昼の部と夜の部と2回転セット、ちょっと安いぞバージョンで3パターンあるんですけど、はい、価格帯として、長崎昼の部一般価格、サロンサポーターとかっていう、まあ、こちらのね、無料ご招待様っていうのは、ちょっと私がめちゃくちゃお世話になってる人が中心なので、はい、普通の方はこの一般価格になるんですが、はい、このライブを見て、多分備考欄に、6月3日ライブ見ましたとか書いておいてもらったら、こちらのサポーター価格3000円引きの方の価格帯でご参加できます。はい、できるということですね。はい。あと、長崎が多分、まあ、変な話、会場どこもいいんですけど、長崎、割とここのホテルのご飯なので、結婚式場とかもやっている。だから、食事のクオリティは3カ所では一番高いです。食事のクオリティが高い。でも、景色だったりとかも、これ、そうです、そうです、そうです。すごいんじゃないですか。あ、景色も一番いいのは多分ここですね。他が悪いって言ってるんじゃなくて、うん、景色が、チャペルとこういうのがあるのが、今回チャペルは1カ所だけなので、うん、去年は皆さんがチャペルお喜びだったんですよ、すごく。ほうほうほう。今年もじゃあやろうかなと思って、去年は3カ所やったんです。うん、宮崎と大阪と名古屋。はい。はい、だけど今年はこのメインはもうチャペルはここ1カ所で、あと神戸は神戸でね、面白いんですけれども、神戸はキャバレー借り切ってるので、うんうん、なんていうんですか、あれじゃないんですよ、外の景色が見えるっていうやつじゃない、それぞれに会場に特徴があって、はい、素晴らしい。こんな感じなんです、こんな感じですね、神戸は。いやー、ありがとうございます。はい、ですので、皆さん7月6日お時間がある、さらには、まあ、九州に住まれてる方、はい、まあ、九州だけじゃなくて全国でもいいんですけど、お時間があられて参加してみたいという方はね、よかったらご参加いただけると嬉しいです。はい、お待ちしております。こちらは、どこから見ていただくのがいいんですか？ LINE 公式、高子さんの LINE 公式の方からが一番ベストですか？ああ、そうですね。LINE 公式から、まあもちろん Facebook でもトップには固定してますけれども、はい、LINE 公式だと他のイベントとかも乗っていたりとかもしますので、はい、直近のいろいろ私今年は結構ライブセミナーあちゃこちゃでやってて、うん、直近だと本当に銀座で6月の14日、服部さんっていう方と一緒にやる、これもまた音楽ライブ系なんですけど、服部さんもギター弾けるので、
ギターとサックスのやりながらセミナーやるっていうタイプとかですね。あと、大阪の方の関西のキックオフ関西っていうところ、6月24日かな、やるんですけども、サックスもやりたいって言って、それで普通のセミナーのところ、外部セミナーにもお願いして、今最近やらせてもらってる。すごいですね。もう、いろいろな企画などをされている貴子さんの、まず先ほどの長崎のライブなどのイベントも含めて、貴子さんの LINE 公式の方から申し込みができるということです。で、LINE 公式はですね、僕、担当させていただいてるんですけど、またこれがね、非常識なんですよ、本当に。非常識。中身がね、半端ないんです。中身が半端ない。こんね。な引き出しあるんですかっていうぐらい、貴子さんの LINE 公式の中は引き出しが半端ないんですね。で、さらには、毎月1回月初に、リッチメニューのデザインが必ず変わります。はい、まさにね、やってま今す。月のね、高橋貴子見てください。今月すの高橋ごい、今月の高橋貴子貴子。は、面白いね。今月の高橋貴子見てください。もうね、完全にね、女優です、女優。女優、サックスプレイヤーな感じかな。本当、そういったところでは、人をですね、飽きさせない、エンターテイナーである貴子さんはですね、もういろいろなことをできて、さらには、その持たれてる知識を皆様にギブするという、この精神が本当に素晴らしいので、ありがとうもう、貴子さんの、もう仲良しの方もたくさんいらっしゃると思いますし、今日初めて貴子さんのことを知ったという方は、よかったら、貴子さんと仲良くなっていただくのもそうですし、出ございます。はい、ぜひ。はい。されている本などを購入されてね、ぜひ、ご自身の技術に、プラスにされていただければというふうに思っております。ありがとうございます。LINE 公式の方とかだと、初回の人、1回は、今のところなんですけど、30分の無料相談とかも受けているので、はい。本読んでね、実際に価格私つけらんないんですけど、とかっていう悩みとかも、もちろん、まあ、30分で解決できるところまでにはなりますけど、お話はございます。もうそのような特典がたくさんあるので、まずはですね、LINE 公式ご登録いただくのとともに、7月4日の本をご購入いただきたいということと、7月6日に長崎であるイベントなどにもご参加いただければと思っております。はい。あと、7月6日っていう日付にめっちゃ意味があるんですけど。そう。7月6日はなんと、私の54歳のバースデー。そう。これもね、昔からやりたかったんですよ。自分の本を自分の誕生日に出版記念パーティーやるっていうのを、去年初めて実現できたんだけど、今年もそこにやってる感じなんで、出版社さんが、今年もまたあれですよね、誕生日の日付でやるんですよね、とかって言われて、はい、やりますって言っいて。や、素そう。晴だから、この奥付けって呼ばれる、何日に発行っていう、これ去年のやつなんですけど、この一番後ろのところにも、7月6日って入れてってお願いしているんで、今年もちゃんと7月6日って入る予定です。らしいです。7月6日、高子さんの誕生日に日、長崎で、に来て。パーティーさせていただきます。僕も、2回参加できることが、改めて今日のお話を聞いて、もうワクワクしてます。早く見たいな。池谷さんから LINE 公式どちらからですかって URL。 みちおさん、LINE のやつは、詳細のところに、じゃあちょっと待ってください。今ね、僕が高子さんの LINE 公式の URL を貼りますね、コメントに。画像でも出そうか。今見てる人がスクショできるように。ちょっと待ってくださそうい。ですね。僕、とりあえず URL 貼りますよ、はい。じゃあコメント私に。はちょっと一旦あれして、画面停止して、ページで、よいしょ。多分これの画面で出せば、よいしょ。まさみちゃん、これをちょっと出してもらっていいですか？こはい。ちらですこれね。も多分ね、スクショじゃないや。なんだ？多分いけるはず。で、今、URL をコメントに貼っときましたので、みきおさん、ありがとうございます。はい。こちらですね。こちらはい。の URL から、
これは、たかこさんの LINE 公式なので、ご登録をいただいて、もうね、中身がね、すごいから、イベント情報をね、また今日新たにイベント情報の中身また変えるんですけども、そのイベント情報の方から長崎のイベントなども見れます。そうですね。顔をタップするといいですね、今のとこは。あ、そうだ、顔タップだ。はい。顔タップ。今のとこは顔タップです。はい。顔をですね、ボーンって強く叩くんじゃなくて。私の顔をポンポンってやってもらえると、一番最初にライブツアーの詳細って出てきて、6月24日、6月14日、6月、あ、18日のズームとかもあるんだ。うん。いろいろありますから、もう、目白押しです。目白押しですよ。やばい。ございます。もう、これほど今、大活躍の高橋たかこさんですので、よかったら皆様、つながっていただいて、いろいろなイベントなどに参加いただけたら嬉しいです。はい。たかこさん、今日は、約1時間になりましたけれども、はい、素敵なお話、楽しいお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。とんでもないです。いろいろと、皆さんとね、絡みもできて、楽しかったです。ありがとうございます。そして、たかこさん、今日は Facebook で、朝のライブをさせていただきましたけれども、はい。なんと、もう一回ライブがあるということで、はい。場所を移して、インスタグラムにて、はい、次はいつ、何日だったっけ次は、ね、インスタグラムにて、インスタグラムどこだっけ ?6 月6日、66、66の日。21時からインスタグラムにて、まさみちゃんのインスタのアカウントからライブ配信をやらさせていただきますので、はい、またそちらの方もよかったらお越しいただければと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。それでは高子さん、今日は本当にありがとうございました。とんでもないです。皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございました。そしてコメントいただいた堀部ちゃん、みちおさん、ありがとうございます。さらにはたくさんの方々にいいね、見ていただきまして本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そのような形で、今日ライブ配信の方を終了いたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。